どうもフリーマンこと長谷川です。今回はですね、シリア攻撃と一般教書演説をしていない大酋長という話です。オチとしては長期的には大酋長へのブーメラン案件というところなんです。現在のアメリカはバイデン氏らしき人が大酋長として政治を動かしているのかというところなんです。前回までの動画で自分が調べた限り、現在のバイデン大酋長の状況は、1、軍は大酋長を大統領と認めていない。2、大酋長は役者としてホワイトハウスのスタジオセットがあるカリフォルニア州カルバーシティのアマゾンスタジオで定期的に撮影をしている。3、大酋長は国防総省ペンタゴンからほとんど情報をもらえていない。4、大酋長とヒラリー・クリントン氏の偽物説が出ており、自分が検証した限り大酋長は耳たぶ、目、署名の文字が違い、鼻が左側に曲がった動画が公開されている。大酋長の耳たぶについてはフェイスリフト手術で形が変わった指摘が出ている。ヒラリー氏は本物と比べて背がだいぶ低く、女優のテレサ・バーンウェルさんではないかという話も出ている。5、オバマ元大統領もバイデン氏らしき人の大酋長就任式では以前と耳の形が違うのでは。6、大酋長はエアフォース1どころかエアフォース2にも載っていない話が出ている。7、大酋長は政権移行に関する法律、政権移行改善法と議会が毎年出す防衛に関する国防権限法で焦っている。このようになっています。両陣営の話の前に、まずは現在のアメリカの話です。最初にご紹介するのがシリアへの米軍の空爆です。これは2021年2月中旬のイランの米軍基地への攻撃が原因とされており、シリア東部でイランが支援するイスラム教シーア派武装勢力である神の統領団らの複数の施設が空爆されました。ただ情報を集めていると、主に動いているのはペンタゴンなんです。既存メディアは大酋長の指示としていますが、ペンタゴンの報道官のジョン・カービー氏が声明を出してはいますが、大酋長陣営が今のところ具体的な声明を出していないんです。ここに自分は違和感を感じています。そんな中、このニュースは大酋長陣営にはブーメラン案件になりそうな状況なんです。 FOX などが2021年2月26日に報じていますが、 CBP サークルバックサキさんことジェン・サキ報道官が2017年4月7日のツイッターの投稿で、爆撃の法的権限は何ですか、アサドは残忍な独裁者です、しかしシリアは主権国ですとツイート。しかも大酋長も2020年2月8日のツイッターの投稿で、私は大統領として責任を持って最後の手段として軍事力を行使します、私たちは中東での永遠の戦争に戻ることはありませんと書いています。見事なブーメランが大酋長陣営には刺さっているので、日本の民主党などの特定野党を見ているようです。ちなみに大酋長の狙いとしては、先日止めたアメリカ・カナダ間の石油パイプラインであるキーストーンパイプラインの代わりに、シリア全土を通過するトルコ・カタールのパイプラインを優先したいそうなんです。このパイプラインを優先すると、旧来の企業、軍隊、政府機関の政治、経済、軍事勢力の複合体、軍産複合体が儲かる仕組みになります。ここからアメリカ国内に目を向けると、大酋長は国家非常事態の延長を2021年2月25日に発表。それに加え、低所得者層向けに2500万枚のマスクを無料配布することもアナウンスしました。問題は、このマスクがどこの国のものかというのも気になるんです。それから以前、あの病気のワクチン接種を軍関係者が拒否している話をしましたが、2021年2月25日の米軍の準機関紙星条旗新聞によると、米軍の保健関係者では全体の約6割が接種していることが判明。また現在アメリカでは半導体が少なくなっているそうなので、大酋長は2021年2月24日の段階で半導体不足に対処するよう指示したそうなんです。ただし、どの国から半導体などを得るかについては明かされていません。他にもニューヨーク州知事のクオモ知事にしても、
セクハラスキャンダルが発覚。これはクオモ氏の元経済開発副長官で特別顧問のリンジー・ボイラン氏が告発。この告発によると、ボイラン氏自身のみならず、その他の女性の元スタッフも同様にセクハラを受けていたそうなんです。これについては ABC、CBS、NBC のメディアは報道しない自由を使っているんです。ここからがトランプ陣営の話です。まずトランプ氏の税金、財務関係の話なんですが、2021年2月25日のアクシオスの報道によると、マンハッタン地区検事に数百万ページのトランプ氏の税金、財務書類が提出されました。大首長陣営はトランプ氏を脱税容疑に持っていこうとしているんでしょうが、果たしてどうなるんでしょうか。それから2021年2月22日のポリティコの報道によると、トランプ氏は共和党全国委員会の春の寄贈者サミットに出席することが判明。これは2021年4月9から11日に行われそうなので、注目すべきところです。また前回、前副大統領のマイク・ペンス氏の話をしたんですが、トランプ氏との関係は良好だそうです。一部ではペンス氏のスポンサーの問題で CPAC の招待を断ったという話もあるんですが、先日もトランプ氏の関係者とペン氏は話をしていたそうなんです。そのペン氏は数ヶ月後に政治団体を立ち上げるのではないかという話も2021年2月24日の CNN が報じています。あのマイク・ポンペオ前国務長官も2021年2月23日のウォール・ストリート・ジャーナルに中国に関するコラムを寄稿。そこでは中国共産党はウイルスに取り憑かれているという書き出しで始まり、あの病気のウイルスに関して明らかにしろという論調の記事を書いています。2021年2月28日に行われる毎年恒例の保守派のイベント CPAC でも面白い話があって、日本保守系ネット番組虎ノ門ニュースなどにも出演されている評論家の藤井元気さんが参加するそうなんです。 CPAC に参加するのは日本人では2人目だそうなので、藤井さんが何を話されるか気になるところです。ちなみにトランプ氏は CPAC では中国への対抗、ビッグテック、巨大 IT 企業独占の解体、学校の再開、国境の確保に焦点を当てて話すそうなんです。それからこれはトランプ氏の政策が続いている証拠だと思うんですが、2021年2月25日の産経新聞によると、アメリカのミサイル駆逐艦のカーティス・ウィルバーが台湾海峡を2021年2月24日に通過。これは中国を牽制する狙いがあると思われます。ここからがバイデン陣営の話です。2021年2月24日に大州長は原料の調達から製造、輸送、販売であるサプライチェーンの見直しに関する大州長令に署名したんですが、その演説の際に、我々は世界のどの国よりも21世紀に立ち向かっていくと発言。どうやら我々は現在20世紀の冷戦時代に生きている模様です。このように大州長就任前からいろいろと大州長はやらかす発言が多いために、同日には40人近くの民主党議員が大州長に署名入りの手紙を送り、核兵器発射の権限放棄を要求。歴代のアメリカ大統領は核のフットボールという核を発射する黒いカバンを持っていますが、これは大州長が所属する民主党でも相当やばいという判断がなされているんでしょう。民主党側は実際に核を発射する前に副大州長と下院議長が同意することを要求するなどしています。ちなみに大州長は現在に至るまで、慣例では議会が開いた1月最後の火曜、または2月に行われるはずの大統領演説である一般教書演説をまだ行っていません。ここで本来歴代大統領は自身の見解を述べるんですが、大州長はまだその話をしていません。これについては議事堂にテロを行う組織がいるからとされていますが、もしかすると大州長には一般教書演説ができないから、それをごまかすためにテロが言い訳になっているのではないでしょうか。ちなみに CBP さんが2021年2月16日を会見で話したところだと、2月中には一般教書演説は計画されていないそうなんです。民主党が強い地域である
カリフォルニア州でも首をかしげる法案が2021年2月25日に発表されており、カリフォルニア州議員が女の子と男の子のおもちゃ、洋服売り場が別々にある店舗に1000ドルの罰金を課す法案を発表。可決されたら2023年の年頭に500人以上の従業員を抱える小売店に適用されるんですが、これもどうなのという話なんです。あの共和党のリーダー、上院総務であるミッチ・マコーネル氏も相変わらずフラフラしていて、2024年の大統領選でトランプ氏が共和党候補に指名されれば絶対にトランプ氏を支持するそうなんです。正直マコーネル氏は信用が全然できないので、これも疑問が出てきます。 BLM 関係も動きがあって、2021年2月25日にイタリア・ミラノで行われたミラノファッションウィークにおいて BLM に触発された5人の黒人デザイナーがデビューしました。イタリアは中国の外交・経済戦略一帯一路の重要な地域です。そこを踏まえるとこれは怪しいなと思ってしまいます。ここからその中国関係の話なんですが、最初にご紹介するのが2021年2月25日の段階で、中国がアメリカの外交官に対してあの病気の検査の際にお尻に検査棒を入れたとのことです。中国側はこれを否定しているそうですが、アメリカ側は抗議をしたそうなんです。この間人権関係ではどんどん動きが出ていて、2021年2月25日の段階でカナダ議会に続きオランダ議会でもウイグル弾圧をジェノサイド、大量虐殺認定、宗教の行いは国連のジェノサイド条約に該当するとしました。その宗教なんですが、先日カナダ議会で出たジェノサイド認定に対して2021年2月24日に抗議。これだけでも宗教の必死さがよく出ています。さらにイギリス BBC が報道したウイグル女性の問題について、宗教は2021年2月23日に BBC を嘘つきと非難しましたが、これに BBC が反論。 BBC は世界で最も信頼できる報道機関と自負、報道に嘘はないとしています。さあ、前回の動画で国連が宗教に対してウイグル人の活動家情報を流している話をしましたが、2021年2月25日の大紀元の報道によると、これは日常的に行われているんです。こうなると国連と宗教がズブズブなのがわかるし、いろいろな意味で国連のあり方も考えないといけません。最後にご紹介するのが、1958年にイギリス・ロンドンで設立された IISS 国際戦略研究所が中国に対する報告で警告を発しています。その報告によると、中国は他国と共同研究を行うための二国間協定や技術投資、学生への資金提供、セキュリティ技術提供などを行っているそうなんです。この中国のデジタルシルクロード戦略に合意している国々が韓国、イスラエル、ポーランドなど16カ国あるとのことなんです。これで他国の経済インフラに侵入していく模様なんです。ここまでが現状なんですが、お困りの方たちや国がバンバン表立って動いています。とはいえ、全体を通してみると長期的には大酋長へのブーメラン案件になるんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。